今日はなんとね、先に段ボールを全部こっちに持ってきました。これがもやしだったら俺今日終わりです。なえてやめます。これおほ、いきなりこんな天狗のスモークタン、天狗のスモークタン、こんなこともあろうかと手洗ってきました。いただきます。コンビニのスモークタンしか食ったことないよ俺。スピーチです。うまい、文句なし。肉だ、肉。たまにコンビニのやつとかだとレモンの味とかがすごい強いのが多いんだけど、これね入ってません。この本体の肉の味で勝負してるんで。食いついか。今回ね、食べ物が多かった気がするので、あんまり食べないようにしろって思ったのに、いきなり半分ぐらい食っちゃった。美味しい。冷凍庫に入ってます。美味しい。これもうやめてもいいぐらいうまかった。スモークタンの反対語だろ。クッキーポップ、ポップコーン、オレオ。オレオのポップコーン、自信満々にメイドインアメリカって感じ。あんなもん食った後に、おお、すーごいオレオの匂いする。甘いかな。いただきます。甘い、甘いね。ただこれキャラメルポップコーンほどは甘くない。例えるとオレオぐらい甘い。これ甘さのレベルで言うとちょうどオレオぐらい。原産国名カナダって書いてるんだけど、メイドインアメリカって何。オレオってさ、あのクッキーの部分あるじゃん、顎がちょっと口の中に残る感じあるけど、オレオと塩っ気のないポップコーンを想像してください。それです。でも割とうまい。アメイジングデリシャスネスって書いてる。衝撃のうまさ。パーフェクトマッチ。超合うって書いてるけど、まあ、超合うのかって言われたら超合わない。これ俺ね、いや分かった、なんでこんな俺微妙な気持ちになってるのか分かった。これオレオ食うかポップコーン食った方がうまい。殴り合いって感じ。応答くん、あなたの代わりに男性の声で応答、女性の一人暮らしも安心。インターホンとかをこの代わりに男の声で答えてくれるというやつです。え、電気付き、信じられない。両面テープとホルダーが付いてるので、まあ、インターホンの横につけてよって感じなのか。早速押してみましょう。はい。はい。違います。ありがとうございます。いらないです。すごい。はい、いらないです。お願いします。失礼します。え、すごいこれ。録音してあるだけだよ。この、これが、これ。玄関の前に置いといてください。迷惑、お前。迷惑なんで。いらないです。迷惑なんで。迷惑なんで。はい。今、忙しいんで、いらないです。迷惑なんで。もう一回言ってもらえますか。これ、おもろ。お願いします。お願いします。はい。お願いします。もう一回言ってもらえますか。はい。お願いします。もう一回、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 言ってもらえますか。いいね、これ。これなんかあれだね。アプリとかと連携して、なんかダウンロードして、いろんな声とか入れれたらよかったかも。まあでも、必要最低限のワードと機能が入ってるから、割といいアイディアでは。すでにアプリでありそう。オッケー。これはチャネルやないですか、これ。チャネルやね。バーベナ、オードゥトワレ、ビー。バーベナ、オードゥトワレって書いてますね。ロクシタンジャポン株式会社って書いてる。香水？うわー！何これ。俺が多分今までのアマゾンの商品で一番配信に使ってるのこれだろうね。香水の紙。ちょっと柑橘の、なんだ、ライムとか。くっそいい匂いします。さっぱり系のいい匂い。美味しそうな果物の皮の匂いがします。あ、確かにね、夏向きかも。これで草甘えってなることはない。と思うね。縦に置くとこのパッケージが、こっち前向くのかな。で、もう一個が、シャネルチャンス。オータンドゥルオードパルファム。バポリザターって書いてます。今回先に言っときますけど、漫画とかアニメの香水ありません。昔の女の匂いする。昔の女？
今の女の匂いしないの。じゃあ嗅ぎます。昔の女の匂いします。すごい、もうそれにしか感じなくなった。もう昔の女というのはね、語弊がある。大人の女性の香りがします。これは10代20代がつける香水じゃない、40、50の気品のある女性の香りがします。悪く言うと古い女です。でもなんかそんな、なんだろうな、きっつい感じじゃない、大人の女性の香りがします。香水ね、楽しくなってきたね、毎月やってると。これはね、トップ3入る。洋風せんべいって書いてます。山おやじ。おー、ハイカラだね。うまいもん大体北海道っていうのはね、てか北海道って書いててまずいもんなかなかないぞ。おー、昔ながらの全部ドンや、これ。おうおうおう、凄まじくいい匂いです。あー、オッケー。じゃあいただきます。うめえ。お茶、お茶だ。うめえな、おい。甘さはさ、なんていうの、自然の甘さっていうの、こういうの。スキー板を履いたクマが鮭を背負う姿がリーフになってます。ほんとだ、よく見てこれ。鮭背負ったクマがね、スキーしてます。よく見たら全然気づかなかった、言われるまで。これね、美味しいよ。お、布っぽい。あー、何これ。サメがビールとエビフライを決めてます。誰が切る。次いきます。ちょっと次ちっちゃいの2個だね。あの、今回アニメとか漫画の香水はないと皆さんにあのお伝えさせていただいたんですが、ノーモア映画泥棒、オードパルパム、カメラ男、パトランプ男です。ちょっと俺も意味がよくわからないんですが、ノーモア映画泥棒のこいつらの香水です。せっかくなんで、じゃあこのカメラ男から。あ、これ普通に6000とか7000します。まあ、もうあの、このあれでわかると思うんですけど、あの会社です。ノーモア映画泥棒。あれ、会社イブラヒムのとこや、これ一緒やん。イブラヒムのとこや、これ。急に期待値上がったぞ。じゃあ書きます。なんかよくわからない匂いがする。映画館で上映中の映画を盗み撮りしようと怪しい音楽とともに登場するカメラ男を、スパイシーなローズ&スプレーの香りでイメージ。ミステリアスで怪しいバラの香りが広がるミドルノートは、最新 CM で逃亡手段としてパルクールを習得し、スタイリッシュな泥棒になったカメラ男がイメージされてます。香りが柔らかくなり、オリエンタルな甘みを伴ってドライダウンに向かうラストノートは、映画が好きすぎるあまり犯した行為を反省し、映画業界への奉仕活動を行っているカメラ男の罪滅ぼしの思いを感じます。いや、感じねえよ。感じない。でも確かになんかちょっとアクティブな感じの匂いはする。よくわからない、今までで一番よくわからない。で、次これ、パトランプ男、警察ね、こいつどういうポーズ。いや、くわーうわーうわ、えぎ。国の権力の匂いがする。国家権力の匂いがします、これ。なんかね、警察署の匂いします。行ったことないけど。区民館とか、そういう匂い、わかる？公共の建物の匂いがする。病院の受付でもある。なんか若干アルコールみたいな匂いしないか。なんていう、正義とかそういう、なんか、そういう匂いがする。俺が子供の時に行ってた、なんかあの、大阪市立。大阪市立の匂いする。こっちはまだ分かりやすかった。こいつはマジで意味が分からない。これ、何の香水ですかって言って、カメラ男って当てれるやついたら、神だよ。まあ意味分かんなすぎておもろかった。なんか同梱されてると思ったら、ちょっとこれ見て。ノーモア映画泥棒香水発売記念イベント。2023年7月2日、池袋サンシャインシティ噴水広場。会場15時10分、開演15時30分。この二人のイベントがあるそうです。興味ある人は行ってみてください。お菓子じゃない？これは。お、栗だ。これ栗だね。俺ね、あの、モンブラン以外あんまり栗好きじゃないです。先に言っとくと。これなんて読む？栗鹿の子？これなんて読むか、だからわかるかな、これ。栗鹿の子？え？何このパッケージ？あ、缶詰だわ！あらら。何、カレー？いや、俺はマジで本当にね、うるさいってあんま好きじゃないよ、栗は。マジか。甘い。
栗は栗なんだけど、ここのさ、このあん、これも栗なんだよね。うん、まっ。1個600円パンに塗る。いや、栗は栗で俺正直あんま違いわかんないんだけど、このあんみたいなやつがさ、なんか栗を凝縮したみたいな。恐れ入ったわ。ただあまりにも濃くて、このあんがもう俺結構きつい今。栗うまなんだこれ。和菓子好き死ぬほど刺さります。超うまい。恐れ入ったわ。モンブラン以来だわ栗のお菓子うまいと思ったの。栗と砂糖しか使ってないらしいぞこれ。原材料栗、甘露煮、栗、砂糖。これ栗と砂糖だけなんこれ。マジかよ。え、これ栗と砂糖だけだわ。いや、今の一瞬で俺200カロリー食ってます。震えてきたわミフィーだ。ツーウェイネックピロー。腹パンなんよねこれ。ファスナーを開けます。手術。中からネックピローの生地を出す。中のビーズを揺すって移動させます。ミフィーがしなしな。え、で、この生地をこの中に入れて、おおおおおお、こういうことだ。すごい、トランスフォームした。あのね、飛行機、あのまだ海外とか行ったことない人で、長時間乗ったことない人、ネックピローというものの存在を舐めない方がいい。ちなみに普通にビーズが柔らかくて気持ちいい。なんかえぐくなって、ちょっと変身の仕方えぐくない。おもろいね。ネックピローってさ、本当にトラベル時しか使わないけど、これだったらぬいぐるみとして置いとけるからね。これおもろい。パワー&アネット。何これは。フランス革命を拳で塗り替える最強王妃の筋肉タン。パリは切れているか。パワー&アネットです。面白そう。新クトゥルフ神話 TRPG ルールブック。なんかね、クトゥルフのルールブックってバージョンがいろいろあるんですけど、これは確か7個目のやつだった。これってどう使うものなの？すごい、全部字です、もちろん。辞書的な感じで使う。こちら5900円税別です。ステンレススティール、キャメロン、ミニストーブトップスモーカー。なんとこちら、燻製を作れる。IH 対応。自宅でも燻製ができる。ということで買っちゃいました。ポーンして燻製やんないけど。キャンプやお家で作れる簡単スモークレシピがついてます。うわー、いや俺さスモーク好きなんだよね。燻製、うわ、スモークチップついてる。いやでもな、作ったことはマジでない。相当臭いっぽいんで、興味ある人はぜひ。うわ来た、米山舞なんよ。米山舞作品集。この人はね、天才です。ああ天才だ。いや、人間で生まれたなら、一度は米山舞の絵を見た方がいい。ああ、天才だ。ああ、天才だ。続け、ゆっくり見ます。こんなピラピラ見れねえ。え？これガムじゃない。キシリッシュ、グミへ転生。キシリッシュ、ミント、ハードグミ。美味しく噛んで、息、気分すっきり。これグミです。キシリッシュの。いただきます。辛い。いや、なんだ、後から辛さがある。ソーダっぽいグミに感じる。うん、結構うまい。キシリトール入ってる。キシリトール配合って書いてる。いや、あんまり息きれいって感じでもないけど。グミって感じ。わ、結構うまい。まあ、なんかキシリッシュに求めてたものが入ってるのかって言われたら、ちょっとよくわかんない。食った後ガムっぽい。ミントのガム食った後の口になったわ。UQ。靴だ。これ何？ UQ じゃないの？これオン、これオンなの？クソ軽い靴。え、バカ軽い。オンっていうスイスの会社のいい靴。はえー、ランニングシューズ最近流行ってる。おおおおおお、え、いい、え、いいいいいい、これいいぞ。え、久しぶりに俺サイバーパンクの靴以来にしっくりくる靴来た。え、マジでいいじゃんこの靴。クソ軽い。そんで衝撃。これいくら？これマジでいいよ。15,000円。へえ。え、これね、ありです。履いたら分かった。これマジでいい。普段靴にします、これ。うわっ、この匂いは
出たー、テープみたいに出てくるガムだこれ。フッパブッパ、え、匂いえーぐ、これクソ懐くね。俺めっちゃ食ってたこのグレープの方。え、どうやって出すんだこれ。こんな味だったっけ。これだこれだ、これです。メイドインメキシコ、めっちゃ柔らかい。もうない味膨らませるか、せっかくだし。もうちょっと噛まないと。次いきます。ミラクルスパイスフージオ。子供が野菜をバクバク食べた。日本人の舌には和と洋の絶妙配合。肉も魚も野菜も何でもうまくなる。主婦歴45年のフーちゃんが作ったみんなのお助け万能調味料。マキシマーん？アーコンフェクション。ニンニクだニンニクだ。わ、ニンニクすご。え、これ野菜に合うのマキシマームやん、これもはや。え、これ野菜じゃなくて肉にかけるやつやん。けど昼飯に野菜食うこと多いの。ここに置いといて野菜食うときにかけてみます。じゃあ味は塩、ニンニク、味噌を感じた今。他にもいろいろ入ってるらしい。え、これアンシスコープでしょ、実質。これコールオブデューティーでしょ、実質 COD でしょ、コールオブデューティーゴースト。次いきます。何レンガ、もうさすがにレンガ取れたら困るよ俺。スボーナンバー38。ナンバー3じゃん、サバかよ。サバじゃねえかよ。うわー、サバ缶だ。味噌ガーリックオイル。こっちがスパイシーリッチカレー。高そうだなこれ。これはちょっとね、米を炊きたい俺。これ後日でお願いします。一缶2000円、これ。え、そんなすんの。うわー、雲に触りたい。そんな夢のような感覚。これまで触れたことのないしっとりふわふわぐにょぐにょもぐ雲に触る夢クッション。いや、これねすっげえ臭い。ガソリンの匂いする。本当にすげえ柔らけえ。これほら、まあ普通のビーズクッションと何が違うんだって言われたら別に俺は説明できないね。柔らかいビーズクッションって感じ。この生地がもちもちだわ。日本一辛い黄金一味柿の種。え、言うて柿の種そんな辛いことある？ジョロキアでも入ってんの？ね、あのね、あのピーナッツとかで舐めたもん一切入ってない。赤そんで。え、やばい。ちょっと待って。え、危険な香りがする。え、俺嗅いでんのって柿の種だよね。あの七味唐辛子の瓶嗅いでるわけじゃないよね俺。汗かいてきた。七味唐辛子の瓶の中の匂いする普通に。いただきます。ビビって一個。あーあー辛い、あー辛い、あー辛い、あー辛、え、あー辛い。結構うまい。あー辛い、うまい。結構うまい。あー、あの米の味がしっかり入ってる。うまい。辛さも我慢できる辛さ。あー辛い、うまい。結構いける。あーあーあー痛い、あー辛い、あーあー辛い。ちなみに辛いの苦手です。後頭部から汗出てきた。見る俺の汗、汗これ。で、赤唐辛子の10倍の辛さ。ただ辛いもん好きな人はね、多分これ美味しいよ。俺でも結構今耐えれてる。え、リディスより辛い。ディアブロより辛いかも。え、辛い、汗が止まらない。辛いの苦手な人は無理です。いや、甘いお菓子出てくる多分。ハイチュウとか来いよ。もう口の中にまとわりつくような甘いもん出てくる。うわー来たー。おい、トーマスチューイングキャンディこいつだろ。はははは、勝てねえ、うわ、勝てねえ。戦ってるトーマス VS 唐辛子。
これマジでうめえ。これなくなるんでしょ。あー辛い、まだ辛い。ちょ、忘れるために次行こう。あーもうちょっと甘いお菓子来てもいい、全然。ふざけおい何個入っとんねん。どんだけあんねん。一生分あるやん、生産終了しても。願い叶いすぎや。来月1枚80万だぞ。これは高騰して売ります。1個80万になったら売るわこれ。でも俺多分老後これで生きていける。老後の資産にするわこれ。ゲーミング英語フレーズ監修は超人気実況者3人称。海外ゲーマーに通じるリアルな英語を収録。用語、略語、コラムも満載。マックスバカとか書いてないのかな。What's the meta right now なんだけど。今強いキャラ、今どのキャラ強いんですか。 What's the meta right now。 なんか英語を勉強する本というよりかは、あ、そういうのもあるんだみたいな感じかな。HP 低いじゃん。マクからこっち来て。マク？お金を分けてほしい。難易度上げてみる。足音多くない？この家漁るわ。すごいな。でもね、悪口がないですね。ゲーミング英語フレーズ。なんと、三人称の特別音声プラススマホ壁紙付きらしい。フォーカスオン！二次三次シングルコレクションローレン色アスメガジャケ付き。ローレンの CD。だってよ。CD！ ほぉ！ローレンの CD！ 誰？これ。この爽やかな笑顔。こんなやついた？これシリーズなんだ。フォーカスオンって。フォーカスオンって CD なの？え、これオリジナル楽曲なの？へぇー、書き下ろしです。だから俺、クズハとかローレンは、ふぅーってなるんだけど、カナエはならない。なんだろう。カニショーって書いてある。カニかな？くさ！おつまみ特選便、むきこまい！来ましたー、むきこまい。これうまいです。これね、嫁の好物。ふふふ、こまい。ちょっと持って帰ります、これは。開けたら始まっちゃうん。食ったことある？これ。ある。これね、うまいよ。これあったら買ってみて。ちょっと食べて。もうしょうがねえなー。いやー、じゃあ食うか。くさー、臭くなるから嫌だったのにな。まあでも食ってって言われたら、まあ食うしかねえよな。あれ、こんなんだったっけ。うまい。あーあー、もう終わっちゃったよ、ボーンスの。これね、うまいんだよな。白身の魚の味がね、ちゃんとする。飾ることはないね。ただただうまい。うん、そんなに臭くないよ。干物って感じ。うえみたいなではない。干物って感じ。北海道産のコマイ。美味しかったです。こんな、くせえ手で巻いちゃってマジで。マジの人さ。おお、かっこいいよ、トンちゃん。めっちゃうまそう。トンちゃん作ったのこれ。すごいな。めっちゃ料理系 YouTuber。いつもの布団ちゃんからは想像できないぐらい爽やかな布団ちゃんの写真が。友達配信者からのコメント、友達配信者からのコメント、おもろい。クソ長いオニアの文章、一人で3人分ぐらい書いてる。おもろかった。おもろかったし、めちゃめちゃ飯がうまそう。マジにつらい布団ちゃん。お道具箱、これね、普通にお道具箱です。うわぁ、お道具箱です。何年何組シール入ってました、ちゃんと。俺ね、ちょっとハサミとかをマジでなくすから、ちょっとね、ここにね、入れていきます。お道具箱にお道具入れます。次いきます。パティシエのリンゴスティック。ラグノー・ササキ。パティシエのリンゴスティック。オーブントースターで軽く温めると焼きたてに近い、サクッとした食感が。冷蔵庫で冷やすとひんやりとしたリンゴのみずみずしい食感が味わえます。でっけーでっか、超でかいパイ。サクサクなのかな。いただきます。うん、焼いた方がいい。ちょっと柔らかくてあんまり好み、柔らかくてあんまり好みじゃないかも俺。うまいけど、俺はちょっと硬いのを想像してたから。ただリンゴがうまい。書いてある通り、冷やすかオーブンで焼いてから食うのを推奨します。そのままでもまあ食える。リンゴだけって美味しい。2、何これ。ナンバーズインセラムマスク20、ハングルです。あ、めっちゃちっちゃい日本語書いてあった。2番ウルモチ 65% コラーゲンシートマスク。
いいえ、べっとりべっとり、すごいべっとり。ちょ待って、やっぱぬるぬるすぎる。すごい、スライムでもついてんのかってくらい。あ、出てきた、顔が、顔が出てきた。なんすか、え、なんすか、すっごい、え、すっごい、え、なんかすごい、吸着がすごい。なんかベルクラさんなんか配信にベルクラさん来てない？俺の配信なんだけど。前髪溶ける、ま、ちょっと待って、やばい、前髪ビシャビシャなんだけど。え、高谷スペシャル垂れた。あ、あ、ズボンベタベタ出ちゃった。どうしよう、こっから。え、しかもさ、ここヒゲでここヒゲでつかないんだけど。ちょっと待って、笑ったら落ちる、笑ったら落ちる。顔を動かさないようにしゃべればいいんだ、これ一刻堂々。次行きます。10分ぐらい放置らしいんで。なんか、ね、黒い箱ですけど、これ終わったらデッドバイデイライトやる。ハバーリラクシングタイムって書いてます。かわいい。え、アニマルシリーズ七色商店アニマルティー、動物の絵が書いてある紅茶ですね。カモミール、羊カモミール、クジャクウーロン、これウーロン茶ですね。うわ、かわいい、見て、これクラゲ良くない？これクラゲミント、ペパーミント、これブルガリア産らしいです。こういうふうに、あの、動物がね、いっぱい書いてある紅茶ですね。これイルカ、かわいいね。ラクダの顔ラクダの顔ラクダの顔えぐいだろ、これ。これラクダフルーツミックスです。このお茶の詰め合わせですね。すごい可愛くていいと思います。この箱も可愛い。スーパーグリップユニバーサルグリップテープ、メイドインジャパン。これマウスに貼るやつか。まず、ん？もう終わったか、これ。外します。目に入りそう。顔洗うの？これ。いや、洗わないよ。馴染ませる。美容系？俺肌綺麗だよね。よくメイクさんに言われるけど、何もできもんがない。なんかもちもちかも。当たり前。あんだけベタベタしてたんだから。おお。ちょっと多くない？多くない？ちょっと。手洗ってきます。あの、前髪がビシャビシャになりました。よし、次行きます。デッドバイデイライトって何すか？俺の配信なんですけど。これマウスに貼るのか？これ。日本語の説明ないっすね。あった。わー、なるほど。これ貼り付ければいいのか。はー、なるほど。これはここに貼るのか、ここに。おー！びっくりするぐらい、びっくりするぐらい滑らない。思ったよりすごいぞ。え、これさ、この形で自由に使っていいってことだよね。え、結構いいかも。自分で形切るやつとかあるじゃん。めんどくさいんだよね。マウスごとに、なんかさ、何々用とかさ、G プロスーパーライト用とかさ、めんどくせんだよな。別にこれでいいよ。これ結構あり。言われてみればそうだなって感じ。これでいいじゃん、別に。こういうのそこまで俺信じてないけど、思ったよりは。